今日もよく晴れました。本日は麹町界隈我が町情報館のインスタグラムの写真を参考に、こちら番町や麹町エリアの桜の素敵なスポットを回りたいと思います。今回の番町チャンネルはもうすぐ開花宣言ということで、番町麹町界隈の桜映えスポットをご紹介。駅周辺のしだれ桜や日傘のような桜スポットなど、麹町界隈我が町情報館が紹介している知る人ぞ知る桜の映えスポット、写真だけではわからない場所と行き方をお教えします。素敵な写真だと背伸びすることなく撮れそうですね。まずはドライブでも楽しめる桜並木。最初がこちらイギリス大使館のそばの桜のようなんですけれども、半蔵門線半蔵門駅から徒歩6分、この春から公園になる駐日英国大使館のそばの映えスポットです。多分この大きな木がいいですね。でその手前にあるこちらの桜が映っているんじゃないかなと思うので、きっと道の向こう側から撮影したものなんじゃないかなと思います。渡ってみましょう。そうですね、きっとここでほらちょうど木が少なくなってるこの辺りじゃないですか。きっとこの写真はこの辺りから撮影したものでしょうか。こちらの写真が撮影されたのは去年3月29日、内堀通りを渡って千鳥ヶ淵公園側から撮ると遮るものも少なく綺麗に桜が撮影できます。続いては言わずと知れた桜の名所、それは駐日英国大使館の向かいから続く千鳥ヶ淵公園。撮影されたのは去年3月28日。ここにはおよそ260本の桜が植えてあり、皇居のお堀を淡いピンクに染めるソメイヨシノの並木などを楽しむことができます。ちょっと調べたところによると、この千鳥ヶ淵で一番最初最古の桜の植えられたのが1881年頃だそうで、そういった記録が残っているらしいんですけれども、今残っている桜は1955年頃に植えられたものが多いそうです。桜というとソメイヨシノをイメージされる方が多いと思うんですけれども、こちら見てください、舞姫という品種だそうですね。舞姫はソメイヨシノより濃いピンク色で、花びらが重なる華やかな八重咲きが特徴の桜です。続いては目線の高さに広がる桜の映えスポット。そこは半蔵門駅から徒歩5分、内堀通り沿いの国立劇場の前にある桜です。あー、ここですね。奥に少し赤い看板が見えているので、ここですね。歩道に大きく張り出す桜は神代あけぼの。ソメイヨシノよりも数日開花が早く、小ぶりな花が可愛い桜です。枝がもう本当に顔すれすれまで伸びてるので、素敵な写真が背伸びすることなく撮れそうですね。きっとお子さんの背の高さのところに咲いてくれる桜もありそうですね。こちらの神代あけぼのは花によって濃淡があるので、自然のグラデーションを楽しんでみてください。続いては日傘のような桜映えスポット。こちら麹町6丁目の仲良し公園です。ここにも真ん中に大きな桜の木がありますね。四ツ谷駅麹町口から出て徒歩5分、麹町大通り沿いのオフィス街の中にある仲良し公園。
去年3月29日に撮影されたこちらの写真、広がった枝に咲き並ぶ桜で日差しが遮られ、桜の日傘のようになってますね。いいですね、ここベンチがあるからちょうどいい。見上げると桜、ここでちょっと一息ついたら最高ですね。仲良し公園には大きな桜の木が3本、公園一面にピンクの絨毯ができるので、ぜひお弁当を持って訪れてみてください。さあ、続いては四ツ谷駅前に来ました。こちらにも素敵な桜スポットがあるんですけれども、ちょっとこれはしだれ桜風なので、多分あの桜じゃないでしょうか。ここにこの辺りから撮ってるのかな。続いての映えスポットは四ツ谷駅麹町口タクシー乗り場から撮影された、四ツ谷駅前広場奥のロータリーに植えられているしだれ桜です。去年4月9日に撮影された満開の桜、信号待ちの時に私たちを優しく包み込んで癒してくれそうですね。そして最後に紹介するのは四ツ谷駅のすぐそばにあるソフィア通りの桜。これは確実にこの桜の木だと思います。この枝が一回ふわっとして横にシュッと伸びてる、この老木ですね。去年3月29日に撮影されたこの写真、ソフィア通りに並ぶ桜がトンネルのようになっていて、とっても綺麗ですね。土手に上がっても綺麗に見えるのでおすすめです。さあ、今日はたくさん麹町界隈の桜のスポットをご紹介してきましたけれども、もうすぐ咲きます。今日ご紹介したスポットを参考に、皆さんもぜひこれからのお花見楽しんでみてください。